あったエシアプラザを調査せよ。了解、住所を照合してくれ。エシアプラザ、繰り返す、エシアプラザ。屋上から発砲、エシアプラザで襲撃事件が発生。繰り返す、エシアプラザで襲撃事件発生。奴らは皆息絶えた。最後の銃声が全てを締めくくる簡単譜のように響いた。俺は引き金から指を離す。全ては終わった。全ては3年前に始まった。俺を苦しめ続けるあの夜から。かつて俺はヘルズキッチンと呼ばれるニューヨーク市警北分署の刑事だった。で、いつ俺のとこに来るんだ、ペイン。悪いが潜入捜査はごめんだ、アレックス。俺にはミシェールと赤ん坊がいる。これで吸い納めだ。赤ん坊に毒だからな。お前らしいよ、すっかりいいパパだ。またな、アレックス。木曜の晩はポーカーだろ。カモにしてやるよ。幸福だった、夏の夕暮れ時。鼻をつく芝の匂い、子供たちのはしゃぐ声が聞こえる。そして川の向こう岸には美しい妻と娘の待つ家がある。まさにアメリカンドリームだ。ただいま、ミシェル。だが夢というものは悪い方へ転がっていくものだ。日が沈み、夜の闇が辺りを覆うと不吉な予感が俺を襲った。ミシェル、いないのか。ショーの始まりは好きじゃない。だが奴らは俺に特等席を用意していた。なんだ。侵入者だ、警察へ通報。ペインさんのお宅。そうだ、奴らまだ家の中だ、すぐに。よかった、残念だけど力になれないわ。誰だ。もしもし、ミシェル。やってくれ。動くぞ、ニューヨーク市長。殺してやる。ミシェル、お願いだ、返事をしてくれ。これが3年前の出来事だ。全てが一瞬で失われた。バルキア、通称 V と呼ばれるドラッグに侵されたジャンキーたちの仕業だった。告別式が済むと俺は DEA へ移動した。バルキアを追い続けて3年。ついに2ヶ月前、俺たちはパンチネロファミリーのジャック・ルピーノがバルキアを取引するという情報を得た。そこで俺はこのニューヨークで最もタチの悪いファミリーに潜入した。暗く寒い、外は飢えた獣の町だ。俺はバルキアの証拠を手に入れるためゆっくりと大物に近づいていった。頼れるのはアレックスと BB だけ。俺の正体を知っているのは彼らだけだ。 BB だ、ジャック・ルピーノが動く。すぐにロスコーストリート駅へ行け。そこにアレックスがいる。潜入して以来初めてアレックスと会う。
外は悪魔の心臓も凍りつかせるほどの寒さだ。日雨が降りしきっていた。誰もがまるで明日がないかのように家路を急いでいる。地下鉄に着いたが気分は良くなかった。顔に銃を突きつけられたような気分。何かがおかしい。俺はコートの下でベレッタを握りしめた。地下鉄は俺を乗せて動き始めた。次はアレックスの待つロスコーストリート駅だ。アレックスは亡霊だったのか。姿を見失った。彼を探さねば。死の匂いが立ち込めていた。まずアレックスを見つけよう。ジャックが仕切るんじゃなかったのか。おい、俺の責任で。アレックスを探している間に大犯罪に飛び込んでしまった。あ、助かったよ。何があった。虐殺だ。こいつらが突然襲ってきたんだ。上の制御室なら電話がある。連れてってくれ。ああ、分かった。ついてこい。やったぞ。こっちだ。下がれ。明かりが灯るとクリスマスツリーのようだ。電気が戻ったのだ。凝った仕掛けじゃないか。錆びたドアの向こうは40年代に閉鎖された校内だ。ロスコーストリートで何かが起ころうとしている。だからアレックスが俺を呼び出したのだ。必ず突き止めてやる。本当だ。ルピーノみたいだ。気味悪いよな。ジャックルピーノ。エスカロス。なんだ今のは。僕はもういい。
ぐやくれ。なんだって？ペチナルセ！ドアは溶接されたようだ。爆弾には信管がない。いいぞお前ら、警察がこっちへ向かってる。ペチナルセ！強盗は道具を忘れていった。自由の女神を吹っ飛ばすくらいの爆発が起こるはずだ。こちら犯行現場。誰だ？お仲間だよ。私はニューヨーク市警副署長のジム・ブラボーラだ。直ちに抵抗をやめ投降するんだ。ジム、奴らを説得したところだ。反省してる。もうやらんさ。お前は誰だ？たまたま銀行強盗に出くわしただけだ。別に怪しいもんじゃない。マックス、心臓が止まるじゃないか。お前を撃つとこだった。アレックス、会えて嬉しいぜ。何があった？霊安室よりも死体がいっぱいだぜ。銀行強盗だ。古い駅からロスコーバンクの地下金庫までトンネルを掘ったんだ。ルピーノの仕業さ。黒幕がルピーノで、こいつらは奴の手下か。ここから出よう。出口はあるな。だが鍵がかかってる。もしルピーノが。アレックス、アレックス。俺は何もできなかった。彼は死んだ。俺を非難するような目で見つめながら。ぶちのめせ。俺がこの3年間正気でいられたのはアレックスのおかげだ。どうしてこんなことになったのか。アレックスはルピーノの何かをつかみ、奴の怒りを買ってしまったのだ。ルピーノは暗黒街を仕切り、バルキアをばらまき、殺人を繰り返していた。サイレンだ。ニューヨーク市警の奴らが集まってくる。ルピーノはアレックス殺しの罪を俺に着せようとしたのだ。これでルピーノへの貸しが増えた。俺はまずホテルへ向かった。薄暗いホテルにはチンピラとよどんだめをしたコールガールがたむろしていた。俺はいつものようにハンフリー・ボガードを気取りながら中へ入った。サメみたいな笑いを浮かべるマフィアが二人いた。フィニーと兄弟だ。ミスター・ペインのご登場だ。マックスにペインよ。そんなくだらんシャルは誰が考えたんだ。まあそんなことはどうでもいい。ボスに用がある。ルピーノはいるか。おい、それが人に物を尋ねる時の態度か。思い上がんのもいい加減にしろ。俺はお前の部下か、同僚か。ルピーノはいねえ。これが伝言だ。ルピーノは安ホテルにはいなかった。いたのはフィニーと兄弟だけ。俺の正体はバレていた。後ろでドアが閉まる。俺は振りしきる弾丸をかわした。息つかねえ男だ。ははマックスにペインよ。蹴
警察のため近くに行くぞやろ。同じくねえ手を使ってが。机の上、ルピーノの側近ビニー・ゴニッチの噂はよく聞く。ゴニッチのビジネスセンスは抜群で、ルピーノの商売は奴が取り仕切っている。ただ奴はドラッグのやりすぎで神経質な上にいまいち度胸がない。今日もコールガードを相手にウサを晴らしている。お前らのホテルは V の取引で使う。ジャックから仕切るように言われてる。リコ・ムエルテが来るから丁重にもてなすんだ。欲しがるもんは全てやれ。いいか、丁重にだぞ。言わなくてもわかるだろうが、ドジ踏んだらそれまでだ。それを絶対忘れるなよ。 V の取引があるなら警戒は厳重ということだ。入ってくる奴はいるが誰もいないわけじゃない。リコ・ムエルテはいろんな噂がある得体の知れない悪党だ。313号室、メモにはフィニートの筆跡でムエルトの部屋番号が書かれていた。手紙がある。ボス、うまく…えい！ボスはどうした？している悪夢のドラッグバルキアが大きな事件へと発展しました。バルキアを捜査中だった DEA 捜査官アレックス・ボルダーが遺体で発見されました。マックス・ペインという男が現場から立ち去る姿を目撃されており、ニューヨーク市警は彼を容疑者と断定、その足取りを追っています。彼は銃を所持しているとみられています。続いて天気予報です。街は観測史上最悪。ムエルテの部屋だ。パンチネロファミリーのドン、アンジェロ・パンチネロとバルキアの接点はつかめていない。手がかりは全てジャック・ルピーノのところで途絶える。手紙にはドンのサインがあった。これが接点だ。バルキアのことをドンは知っている。シカゴでトラブった時はパンチネロファミリーがあんたを保釈させてやった。これはあの時の借りを返すチャンスだ。我々の手下がとても困ったことになっている。そこでぜひともあんたの腕を借りたい。集めた証拠はどれも古ぼけてしまった。もう後戻りできない。過ぎたことを思い出そうにも思い出せない。やっちゃう。やあ、コールガールの日記がある。キャンディードーンというコールガールの日記で、悪徳警官も恥ずかしくなる内容だ。また例の女と電話で話した。彼女に最新のアルフレッドのビデオを送ってやった。女がビデオを買う限り毎日爺さんの相手。大したことじゃないけど。女は客との行為を隠し撮りしてオークションでさばいては副収入を得ていた。彼女はバルキアなしでも死ぬ運命かもしれない。
か。ルピーノのホテルのオンボロエレベーターがガタガタと降りていく。ぶちなめせ。ニューヨークに隣接する3州全域に警戒警報が発令されました。京都大雪の影響で道路は封鎖されていますので、外出は控えた方が良いでしょう。このブリザードはすでに3日目になりましたが、未だ収まる兆しは見られません。バルキアの事件に関わって以来、雪とは縁が切れない。天気予報によれば雪はまだ続くらしい。だが雪に閉ざされた街は俺の味方だ。椅子に縛り付けられた死体が床に転がっている。キャプテンベースボールバットボーイはスーパーヒーローのデスマッチで前人未到の記録を持っている。ハンダースのルートビールは最高さ。凶器はバット、乾いた血の海に転がっている。その横には新聞の漫画キャプテンベースボールバットボーイが置いてあった。吸血鬼の映画はなんでいつもエロい。どうかめやな。いいか、俺を信じろ。群れて怒らせちゃダメだ。2匹のイカれた犬が殺し合いを始めるとこだ。奴らが隣の部屋に入ってって、うっ始まるぞって俺は思ったんだ。ところがよ、奴らテレビの前に座るとカンフーのテレビゲームを始めやがった。俺はえらくがっかりして、テレビゲームのケーブルで奴らを締め殺してやったよ。赤くなった顔が青くなって泡吹いてやがった。リコったら悪い人ね。だったらなんで？リコ・ムエルテ、このペテン師が。誰で？警察よ！奴は銃を取った。マックス・ペイン？古い交換だ。受付の奥の部屋に古い電話の交換機があった。これなら盗聴など簡単だ。ここで喘ぎ声や汚い話を盗み聞きしていたのだろう。ニューヨークにはまるで血管のように回線が張り巡らされている。すると別のうめき声が聞こえてきた。通話は途絶えた。憎しみのウイルスが都会の腐敗した血管に放たれた。事態は最悪だ。だがマックス・ペインは捕まらない。がまだ使われていた。
町を出ていく。それは利口なんだろう。だが俺はそこまで賢くなかった。ルピーノのビルにはバスへの匂いが立ち込めていた。酒屋と質屋とコインランドリーは飲み屋や氷菓子のチンピラで埋め尽くされていた。なぜか俺が警察の人間だと誰もが知っていた。そして奴らは手ぐすね引いて俺を待ち受けていた。ルピーノのビルに閃光が走った。爆発が起こり、雪が金色の水に変わり、火柱が車を高く空中へ吹き飛ばした。黒のベンツが炎できらめき、ゆっくりと道を滑っていく。ショットガンを持つ男の姿が目に入った。ロシアンマフィアのボス、ウラジュミールだ。ドンパンチネロには目障りなハエだ。戦争の始まりを告げるゴングが鳴った。ビルで爆発が起こり、運よく中のチンピラを一掃してくれた。だが幸運なことばかりじゃない。ニューヨーク中の警察がこっちに急行しているはずだ。ジャック・ルピーノのスイートルームは最上階だ。少なくとも爆発が起こる前までは。